はい、ありがとうございます。アーシーブーです。というわけで今回はヒロアカ OJ やっていきたいと思います。お久しぶりですね。いや本当に本当に、いや突如ねカービィのアップデートが来て、でそのアップデート内容があまりにもボリュームが多すぎてずっとカービィやっててからの、そしたらもうスマブラ発売 B みたいな感じで、ちょっとねヒロアカ OJ しばらく触ってなかったんですけども、ちょっと今回久しぶりにやってみて人口がねどうなったのかちょっと見ていきたいと思います。みんな多分ねスマブラに流れていっちゃったと思うんですけど、果たして今ヒロアカ OJ には一体誰が残っているのかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。やっていきましょう。さあ最初の対戦相手は夜嵐イナサ、やっていきましょう。さあさあさあやっていきましょう。今僕にできること、夜嵐イナサはね距離技いっぱいあるからな。どうしよう、とりあえず開幕カード、オッケースライディング、オッケー、ほいほい埋まってちょうだいな。あこれ埋まんねえか、埋まるわ、オッケーオッケー、ほいほいよいしょ、ほいほいよいしょ、あちょっとラグい、ラグいっつうか、まあこれ今の多分壁のエフェクトのせいだな、しょうがない、オッケー埋まってくれ、おっと追い切り島、これはガードしてる、ほいほいこれも埋まってほしい、オッケーエンデバーが怖い、ガードしてほいからの風よとどろかん、スライディングしていきたい、あー活気してしまう、ほい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 ジロ呼んで、オッケーほいほいよいしょ埋めていく、よいしょ、あこれ壁で反射するやつや、痛い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 、おいおいえぇ、ナイス、あぶねえ、これ勝ったんじゃねえ、おいよ、オッケー、よしよしよし、久しぶりでもまあまあ戦えるわまあまあ戦えるわ、おいなんだなんだ、どこ立ってんねんどこ立ってんねん、あー容赦ねえな、ほいほい、よいしょよいしょ、あやべダッシュ利損ねた、痛い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 、これはマジいぞ、オッケーオッケーオッケー、コンボ終了、スライディング、あやべ間違った、いいてージロー呼ぶタイミングを間違ったというか、逆のサイドキックボタン押してたよいしょ、あこれは埋まってくれたけど安いコンボになってしまった、ほいほいもう一回埋めちゃうぜ、オッケージロー、やべえ、いや今さ普通にそのまま補正切りしようと思ったんだけども、霧島に邪魔されてしまったという、まあまあしゃあない、ここあダメかも、これ怪しいな、あいったわ、オッケーオッケーオッケー、勝ち、とりあえず一勝で、これ動画では1本目だと思うんですけどここに至るまでに何回マッチングしたんだろう、多分6、7回ぐらいマッチングして全員海外勢だったんですよ。で今普通に日曜日の9時半過ぎ9時46分なんですけども、まあ、やっぱこの時間でこれだけ日本人がいないっていうのは、まあ、みんなスマブラの方に行っちゃったんじゃないかなという気がしますちょっとわかんないけど、一応僕のねオンラインのフレンドもほとんどみんなスマブラでオンラインになっているので、もうヒロアカ OJ やっぱそんなに人いないんじゃないかなという感じがしますね。逆になんで海外勢いるんだろうっていう感じなんですけど、まあ海外勢は発売が遅かったんですよね、ヒロアカ OJ 日本と比べて、でかつ多分アニメの多分第3期も海外の方が遅いはずなので、
日本がね一番最速のはずなので、もしかしたら海外で今アニメやってるのかもしんないし、でまあ発売も遅かったしっていうことも相まってまだ人口がいるのかもしれないんですけど、日本はちょっといないんじゃないかなという疑惑が生じておりますでまあやっぱ同じ格ゲーとして、まあ、新しく発売したスマブラの方をみんなやりたがると思うので、まあ、やっぱ今はね少なくとも平岡 OJ 日本人とマッチングしないんじゃないかなと、今たまたまマッチングしたんですけどなかなかマッチングしないと思ったので、実はスマブラ発売前に1本動画を撮っていて、そちらのストックがあるのでそちらの方をちょっと流そうかなと思います。またちょっとね期間空いたらヒロアカ OJ もう一回やってみて、どのくらい人口がいるのかっていうのね確かめようと思います。ちょっと今回はとりあえずマジで日本人がいないマジでいない、うん、というわけで動画の方どうぞ。さあ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 、最初の対戦相手はまさかの信楽戸村ということでミラーマッチでございやすと、さあやっていこう。ちょっと今回はねデスペナルティ、あの即死技をね当てていきたいんだよ。こんな感じで当てていきたかったのにさ、よいしょドスコーイ。さあ一発目当てていく、お二発目当てていく、よいしょデイデイ、よいしょ、はい、オッケー、ラスト一発当てればこっちの勝ち。デイ、あ意外とそれ3段目で早いな、よいしょ、オッケー、気持ち、あれ嘘嘘、めちゃめちゃ気持ちよく決まったと思ったのに、まあ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 、次の試合行きましょうさあ2戦目のお相手は常闇文影、やっていきましょう。さあ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 、やっていきましょう。常闇はね攻撃の出が早いのとダークシャドウが厄介、そこなんですよね。さあじりじりと、おっと投げか、オッケー、いやー完全にダークシャドウだけ別行動してたね今、よいしょ、オッケー1回目。さあジャンプ先を読みたかったが当たらず、さあしっかりと霧島に防いでいただいて、ここなあーその防ぎ方は強い、あやべガードしちゃった、ほっオッケー2回目、よいしょ、さあ3回目、ラスト1回で終わり、ここダメか、やっぱあれで防がれちゃうのが強いな。オッケーかなこれ、決まってねー霧島よいしょこれいったべ、さようなら、よし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 、やっぱ楽しいやっぱ楽しい、これを決めたいよ、2戦目もこれを決めていきたいところだが、ポンポン、よいしょ、さあ端っこに追いやったらもうこれはいけるでしょう、はい、やっぱ信楽はね角が強いんよな、さすがにやっぱ無理だなこれ、狙うのやめよう、常闇相手にこれ多分通じないわ、ジャンプ先読んでデスペナは、あやべ霧島、いやーミスった、なんでカウンター打ったんだろう今、もったいねえ。さあ壁埋まったのが安く済んで、今相手ガードできないと思いきや、あっやばい、いやー得意のタイミング遅かったか、あいけるいけるいける、ほらよっ、いやー邪魔された、今掴んでたけど、よいしょよいしょ、オッケー、さああと2回、やべこれまずい、にゃーん決められてしまう、どうしようかな、あのダークシャドウの出し入れが厄介出し入れが厄介、ここガードさせてガードしなかったけど、まあ投げると、はい、おいおいオッケー、通常攻撃からねダッシュキャンセルしても大体決まるからね、
ダークシャドウだけこっちめっちゃ向いてんの面白いな。常闇はもうね後ろ向いて背を向けて走ってんの。よいしょ、あやべ、いや今霧島の方を呼ぶべきだったな。まあいいや、これはとりあえず普通にコンボ終わるの待ちましょう。いてー、オッケー、スタンしなかった、スタンしなきゃオッケーよ。ほらよど、あ、うまい、だが死なないぞそれは。オッケー、あやべ霧島強い、強すぎだろ。さあ端っこに常闇を追いやっていく、届かない、ナイス、よいしょ、これいけんじゃない、オッケーもうじりじり相手を端っこに追いやって攻めていくっていうね。まあ別にこのデスペナルティを狙う狙わないに関わらず、しがらきはね角が本当に強い、うん、狭いステージでは非常に優秀かなと思います。まあまあこの勢いで3戦目もやっていきましょう。応援しとるね。さあ3戦目のお相手は轟翔とやっていきましょう。さあ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 やっていきましょう。とどろきはな氷がかなり厄介だね、しがらき使ってると。どう近づけばいいねんってなるよ。わーっとジャンプー刈られてしまう。あ氷消せるんだこれ、優秀。1回目いただきますからのジャンプ読んで2回目いただきます。 OK、2回目は通んないと思うからカウンター置いときます。 OK、 あこれ繋がんねえんだよな。 OK、 3回目いただきます。さあラストあと1回、よいしょ、 OK、 気持ちいい。さあさあさあこの調子でいくぞ。格上にも通用するこの即死戦法動き回るか、よいしょ、やべ、オッケー、1回目ちょっと間があったけど相手ガード固めていたので成功しました。さあ避けられていく、ここ、オッケー、よいしょ、氷に対してこれ強いな、初めて知った、こんなに強力なんだこれ。あーあと一歩で届かず、氷に対しては、あ今のはダメだ、ちょっと空中にいる間に受けちゃったかな、これは食らっちまったかな。だがしかし、オッケー、あれ今の入ったのかな、よいしょ、はいあと1回、ミスった常闇、やべえこれマジいいぞ、耐えろ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 、ナイス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 、強すぎだ、これは大丈夫、いやミスったなんで今カウンターを出してしまったのか、超絶もったいない今。悔やまれる、いいで焼かれちた、カウンター出す暇がなかったでごわす。おいオッケー、あいダウンしてるだけだった、危ねえ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 、いやどうしよっかな、ほらよオッケー、サイドキックを邪魔しつつダメージを与えていく、タオマイキ、いやここで霧島英二郎を出していく、パリン、な何もパリンじゃねえけど、これどうよ、オッケーでーす。さあいいぞいいぞいいぞ、ここ、いやダメか、あ氷クラッチった、氷巻いてきます、入って、エンダーオンが強い、
あ、食らっちゃった。やべえ、ギリギリの戦いすぎる。ここ逃げられていく。これはまずいかもしれない。ガード間に合うか。間に合わず。くーちょっと2戦目がもったいなかったな。あれカウンター出さずに普通に闇巻いてデスペナルティで勝てたのにな。もったいねー。まあまあまあ、でも結構戦えるな、やっぱ格上相手にも。というか、あの死柄木のあの闇の攻撃が氷を破壊できるっていうのがね、ちょっと新発見。これは強いわ。まあまあ気を取り直してラスト4戦目やっていきたいと思います。さあラスト4戦目のお相手はかなり格上の戸賀卑弥呼。やっていきましょう。さあ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 やっていきましょう。なんか一瞬クルクル入ったね、今謎のクルクル。さあどうしようかね。戸賀は結構きつい気がすんだよね。ジャンプ、いや、いってー。ほらよ、オッケー、よっしゃい、デスペナ入った。さあジャンプ読んで、オッケー、ダッシュキャンセルしてデスペナ2回目いで、うわっちゃい。おほいほい、いやー、それはうまい。カウンターでそこからプルスウルトラ技1でしっかりと反撃を取ってくる。集中が怖いな。いやージャンプしても余裕で当たるな、やっぱ。あぶねえ、よいしょ、オッケー。やばい、危ねえ危ねえ、よかったよかった。床闇も引っかかって言われた。これでかい、いける、いけなかったです霧島埋まるんかい、埋まるんかい。いける、勝ったぜこれは、イエーイ、ラッキーボーイ。さあさあこっからやで。お、お互いに背中を向き合ってるのいい感じですね。ガードテイテイ、デスペナルティー、オッケー、ジャンプ、デスペナルティー、オッケー。さあよいしょ、よいしょ、デスペナルティー、オッケー。ラスト一発当てれば勝利、オッケーか。これはいや、ダメだった最後の最後でスカッてゆく。そして埋まる、霧島ヘルプ、霧島ヘルプ、霧島、霧島、霧島ベイビー。いや今じゃないな、今じゃないな、今は別にやんなくてもいい。ちょっと一回地上に帰りたいです。ほっ、いやダメだ、どうしたものか。よいしょ、これいけんじゃない、勝ち、よっしゃい、よっしゃいデスペナルティで勝つとやっぱ気持ちいいな。まあ信楽くん普通にコンボ組んでも強いんですけど、まあまあやっぱ信楽しかない技を使って戦った方がまあまあ面白いんじゃないかなと思ったり思わなかったり。まあ一番いいのは、例えば最初のラウンドはめちゃめちゃデスペナルティを狙って、で相手がねこうそれに対応しようと立ち回りを変えてきたところで普通の信楽のコンボを叩き込むとかね、そういう試合中にねもう戦法を変えるぐらい立ち回りを変えると相手も困惑すると思うし、非常に有効なんじゃないかなと思います。まあ、今回僕はねもうデスペナルティ一択で行ったんですけど、信楽使いの皆さん大体基本みんな普通にコンボ組むと思うんですけど、ちょっとたまにはねこの即死技を思い出してこちらも使っていただけたらいいなと思います。といった感じで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アーディオス、チャンネル登録よろしくね。さーい。